マジでいいんですかこんな豚野郎に。これあの豚骨ラーメン屋って書いてる。これ見て、細麺ですね。スープと豚骨スープ、めちゃくちゃうまそう。これ味噌だね、味噌味、味噌の匂いがすごい。いただきます。うわ、口の中に味噌が広がりました。もはや味噌汁、うん、すごい。豚骨と味噌が絡み合って口の中がね、ハーモニーを醸し出してます。うまい。で、あのね、ぬるくないです、熱いです。食べるわ。いただきます。めちゃくちゃうまい。麺がね、結構ある。これで650円だからめちゃくちゃ安い。よし、めちゃくちゃうまい。ちょっとおかわりしようかな。替え玉があるから無料なんで、替え玉が。頼むわ。じゃあチャーシュー。いや、麺の硬さ何も言ってない、勝手にやられた。あの、おかわりで。はい、こぼれた。あのね、配信やりながらご飯食うってめちゃくちゃ難しいわ。入れるね。入れるとこ入れるか。結構量あるからね。これ無料だから、この麺は。いただきます。
全然うまいんだね。めっちゃうまい。よくなさい。なんていう感じだよ。はい、でもあのね、違うの。めっちゃね、味が飽きるんで。だからこれ2玉で十分だね。うん、もっと食いたかったんだけど飽きるね。なんかもう食いたくないもん。麺がなんだろう、このすぐ飽きる感じ。生姜あるけどね。でこの後俺クレープ行くから、うん、デザート行くから。いやー、いけるけど、あのいろんなものを食って歌舞伎町をね、観光したい俺は。おばちゃん、お会計でー。650円、はい、安い。はい、安くない？もっと食うとこ見たい？で、今日は食べ尽くすよ。次、あの近くにクレープ屋あるから。ただしたおのげさんね。え？嘘だろ？俺何もしてないよ。大丈夫？俺え？俺か？俺何もしてないって。俺じゃないわ、通り過ぎた。誰と話してるの？いや、パトカーが目の前通ったからね。領収書？これはいいよ、もう経費に当てないよ。ねえ、650円ぐらい目つぶるよ、目つぶるよ。これいらないよ、目つぶります。領収書はもうめんどくさいにいらないっす。捨てないよ、ここに領収書入れだから。多分ね、めちゃめちゃ領収書あるから100万ぐらい、100万ぐらいの経費です。多分予想だけど。はあ、
クレープ食うか。それしかないの？いや、そんな使ってないからね。ギャンブルって領収書もらえんの？もらえないし、協定とかさ、経営が経費で落とせないでしょ？無理じゃん。ね？みんな無理って言ってるし、無理なんだよ。でクレープ食べるね。あ？俺じゃない。あれ？俺？あ、違う。え？俺ですか？え、これ、あれ？人違い？え、なんで、なんで、どうしたんですか？え、どうしたんですか？俺ですよね？え？俺じゃないの？話しかけてきたけど。いや、そうですって言って、俺のこと。え、俺ですよね。いや、俺ですって言ったよ。急になんか態度変わってどっか逃げたけど。よくわかんないな、歌舞伎町は。知ってるな、知ってるって言ってほしいんだけど。事件じゃない、誰がなみじゃなくて、目の前にね、娘さんとおばちゃんがいたのね。で、俺にあって言うから、え、俺ですかって言ったら、うんって言ったのね。で、いや、やっぱいいですって、どっか逃げてったんだよ。だからさ、俺だってさ、わかんないよね、普通に考えて。なんで逃げたったのわかんないよ。なんで逃げたか俺も知りたいよ、逃げた理由として。あれ、すごくない？配信夢中になりすぎて俺のこと気づいてなかった。あれ絶対俺の目が間違ってなきゃ、ユリアだよね。うん、あ、ありがとうございます。石炭炊くなら趣味特技、あそれあそれあそれ、クレープ今から食べます、おごりです。イエー、メタル社長のおごりいただきました。ユリア絶対気づいてなかったよね、俺のこと。いや、ユリアバンって言うけど、俺はたまたま映してて通行に来ただけだから。で、喋りかけられてないからね。あの、みんなあの A 番の定義忘れてるから、その人とコラボしたらバンになるからね。あのね、たまたま映ったり声入ったりするとバンになるんだよ。ユリアが気づいて隣に来てパルパルじゃんって言ったらバンになる。うん、普通にこう、あ、さっきの人たちって説明してる最中にユリアがいたっていうのはセーフなんだよ。だからこれセーフなんだよ。クレープ食っていいで、お金返してもらいなよ。それ眠り姫ティナちゃんね。ユリアとティナちゃん違うから、間違ってるよ。じゃあ俺ちょっと甘い系食いたいから、何食おう。いや、行為で映してないよね今の。さっきあの おばちゃんと娘さんが話しかけてきて、あそこにいたよって説明してる最中にユリアがいたんだよ。俺も気づかなかった、ユリアって好意じゃないからね。好意なわけないだろう。
これバンになるの俺もしかして。あれって言ってたぞ。いやあれって言ったらユリアいたんだもん。気づいたの途中で。で何を食うの俺は。何を食えばよかったんだっけ。いちごだっけ。ねえいちご食えばいいの。いちごケーキクリーム食う。俺いちごチョコスペシャル食いたいんだけど、これでいい？いちごスペシャル、いちごチョコスペシャル。食べていい？メタル社長のおごりで、あの10番でいちごチョコスペシャル一つ。はい。これ領収書は切れないですよね。あ、本当ですか。はい。領収書切ってもらうわ。一応ね。ありがとうございます。領収書もらった。領収書の差は何？今のは面倒くさくて聞き忘れたから取らなかった。今は聞けるという状態だから 聞いた。暑い、照りつく。11月の半ばでしょ？めちゃくちゃ暑いっす。あのね、俺半袖半ズボンなんだよ。でさらにサンダル。これでも寒いって感じません。暑いって感じる。それぐらいね、暑いっす、今。あれ？ベンチないのか。おまけ忘れて、ありがとう、50個。いつの間にかね、1位になってるよ。プラチナ。いいの？若く抜いちゃって。ありがとうね、リスナーさん。これね、おまけのね、このダイヤ、ファンタスティック、マジ助かるから。総合も、え？総合もないなの今。良いだよマジで。ありがとうございます。これびっくりしたのが、これ日付によってさ、なんかポイントもらえるじゃん。でダイヤのデイリーの日付でポイントもらったんだけど、3位でね、良いだったか、9000円もらった。結構もらえるんだよこれ。毎日リスナーみたいな、いい金儲けになるんだよこれ。ランキング上位だと。ありがとうございます。あんたナイスわ、レッスナイス。3位だったら9000もらった。3位で2位だと多分1万5000とか、1位は2万円とかもらえるんじゃない。だからマジ助かるんだよ。9000入ったよ、9000円。豚野郎、ちょっと待って、作ってるからね、みんな待っててください。リスアン取れないよ。あ、みんなナイスをしてって、リスアン。あ、ありがとうございます。クレープ来た。座る場所がなくなって撤去されて、だからそこら辺に座るわ。あ、ナイス800、ナイス、ありがとう800。
ちょ待って、三脚が。あ、うわうわ、ないわ。自由人さん、またね、またね、ありがとう。ごめんね。いや、これ養分のリスナーさんが買ってくれた三脚なんで、買ったばっか。もう潰れたわ。くさ、もう最悪だよマジで。あー、配信者の方ありがとう、可愛かった。これ治んないかな、これ。もう完全に根元からポキっていってるもんな。ポッキーみたいに。うわー、もうドンキ行って買うか、さん。なえるわー。つかないかな、これ。あかんかな。無理だよな、生クリームじゃつかないわ。やっちゃごめんなさい、買ってもらったのにリスナーさん。うわー、なえるわ。うん、あ、うまい。うん、うん、あ、うまい、うまい。あ、元気出るわ。うん、あ、うまい。おいしいですね。うん、うまい、うまい。うん、うまい。最高だね。セイジがパルパを水にするって言ってる。捨てこいや、おら、お前なあ、お前な、俺の話題出すんだったらブロック解除してから言えよ、そういうの。お前ブロックした状態で言うのはダサいから、マジでな。俺何もできないじゃん、お前のことに対して。解除しろよ、お前。そのわーわー騒ぐ前にさ、一番ダサいことってブロックした状態でさ、わーわー騒ぐことだから。お前でプロレスもできないやつがさ、プロレスするふりすんなよ、お前、卑怯者が。パパがよ、気づいてんの、お前らの主がダサいことしてるな。
今回俺悪口言ってないでしょ。言った俺、うん、おブロックしてなくない？あっちはしてるんだよ。最近目に余るよお前の行動は。相当羨ましかったのかね、養分と天然さんと俺と輸血袋くんの旅がね、奈々ちゃんのコラボ最近連打してるけど、対抗意識でも芽生えてんのかなね。俺から見たら閲覧を取ろうと必死になっているのかなって思ったけどね。最近ちょっと閲覧取れないから、ね、最近コラボ多いよね、政治は。特にあの奈々ちゃんのコラボとか、カバーお前な、今お前渦中の人間なんだから、お前コラボするべきじゃないんだよ。誰かに迷惑かかるって分かんないの。お前がコラボするとな、その人の枠荒れるだろう。カバーカバーって、特に渦中中に気も使えないカバーだな、おい気使えよ。火消しにね、藤田奈々ちゃん使うんじゃないよお前。情けない。ブロックしてさ、俺の悪口、俺はブロックなんてしてないよ一切。どれも LINE もフワッチもツイッターも、俺ツイッターフワッチ LINE もブロックされてるからね、全部ブロックされてる。それで悪口でしょ、とんでも卑怯な野郎だよあいつは。ムカつくよ、クレープ食いながら。ガパオライスがよ、訴えるかやろ、訴えるんだったら黙ってろよな、そもそもが黙ってろよ。住所不定じゃないって、な、住所不定っていうレッテル貼られてるけど住所あるから、そもそもが。政治が無口になってる、相変わらず他人の枠でさ、機長さんの枠じゃないの今、機長枠じゃないの、あれが他人の枠では言えるなお前。変わってねえな昔から。いや三脚選びたいけど放送切らないといけない。今おいカバがよ、他人の枠でな、いつももディスってるよな、お前全部が卑怯なんだよ。言いたいことあるんだ、電話してこいよ。お前の放送は立ち向かうという勇気がないんだよ。俺はブロックしてないがいつでもウェルカムだよ。お前電話してこいカバー。どうしようこの三脚、生クリームつけて取れないわ。パルパルの話題してない、さっきしてたんだよ。で、俺がちょっと騒ぐから黙ったんだよ。
俺のこと密伝するらしいよ。だからカバさんだよ。あれキングさん嫌いだっけ、政治のこと。政治どんだけ嫌われてんの、お前。お前中村くんにも嫌われて、 M ヒデさんにも嫌われて、キングさんにも嫌われて、ねえ、お前嫌われすぎだろ。どんだけだよ。ごめんね、ちゃんと捨てるんでね、これ太ったよ、あーちゃん。うん、で、昨日も天然さんがさ、政治のこと話題にしてたじゃん。政治のニュース記事、仲いいじゃん。俺ね、まあ天然さんは別に悪気がなくて取り上げたと思うんだけど、もう政治ね、遠回しでさ、ドンチキとかね、ラスコイの人たちも大丈夫かなってね、人にヘイト向けてたでしょ。俺はいいよ、お前仲いいんだからさ、天然ストレートさんのことまでねヘイト向けるなよ。なあ、ラスコイとドンチキ大丈夫かっつって、自分で自分のこと処理しろよ、ヘイト向けが。何すんの俺は。こっちは大阪行きます。ディスったというか、政治は多分俺だけじゃないんだぞ、他もいるんだぞと、その自分のヘイトをちょっと散らしたかったんじゃない。だから名前は出さなかったけど、遠回しでラスコイとかドンチキを言ったと思う、ね、俺に言うのは分かるけどね、ラスコイまで言うんだから。あれ、こっちも。あのね、甘いの食うと時間差で吐きたくなるんだよ。やばいわ。そう、吐きたくなります。ちょっと吐きそうになった。ラスコイって何？ラスコイっていうのは天然さんの掛け声だよ。ラスカイ。あと養分の掛け声。ラスコイ、意味はちょっと分かんないです。もともと養分なのだ。そうなんだよ、それはね、そうなんだけど、養分が最初に言ったんだよ。それはそうなんだよ。今は天然さんの天然さんが言うイメージがある、ラスコイ。いや、ライブドアニュースにもなったの？いや、モデルプレスだけど、他もなんかネタになったの？記事ネタに。アイテムありがとう、キングさん。さっきもらって俺言ったけどね、言ってなかったっけ。ちょっとあるわ。とりあえずね、新宿のね、リアトツ町なんでお願いします。そうだよ、せいさん全部パクリだよ。まあお前がお前がって俺も言ってるけど、もともとはあの関信吾、ペガサスも火薬さんからで、キキキュンも俺から、ドンチキも俺から。セイジはオリジナルがない。バズりそうなものを自分で撮って閲覧があるから、まるで自分かのように言ってるだけだから、セイジにオリジナルなくて贋作なんだよ。わかる？なんか飲めば大丈夫。
ブルーベリーアイはやってないし、誰もブルーベリーアイ、誰もやってなくない。政治が言うんだったら俺も言い返すさ、当たり前でしょ、ね、あっちが一つ言うんだったら俺はね100返すよ。でもね、他人と一緒になって言うことはしないかな。2対1ってなるとさ、逆に政治の方が好感度上がっちゃうから、たまに言うとあっちの都合がいい感じになっちゃうからね。だから他が言ってる時は俺黙ってるよ。でも政治もまあ認めたくはないけど、面白い部分あるからね。そこはやっぱ閲覧も集めて相手も飛んでるわけだから、その見せ方がうまいよね。褒めるわけじゃないけど、ジェリークマさんありがとう。ミズさんありがとう。イサさんもありがとうね。いや家がないからさ、ホテル暮らしなんだよ。余裕じゃないよ、俺もギリギリだよマジで。どうしよう。声がでかいよ。今リア突してるんですけど、誰も来ないですか。行ってる人、機長の態度変貌してる。市長さん、俺あんま見てないんだけど、変わってるの。さあちゃん、関東に住んでるが行けよ。さあちゃん、絡んでくれないでしょ。いや、あのね、でもね、配信マジックでさ、アンチが多いほど、実は人気もするんだよ。実はね、叩かれてかわいそうとか、叩かれてこうやって立ち向かっているセイさんとか、そういうのをなんかいるリスナーさんもいるんだよ。だからね、まあ、政治もアンチ多いけど囲いも多いよね。そうだよ。あんだってイキリストだって初めアンチ多かったじゃん。でも今はほら、アイテムめっちゃ飛んでさ、1位とか2位取ってるじゃん、マンスリー。閲覧もね、200人ぐらいいるし。だからアンチが多いほど、あ、どうも。嬉しい。映してもいいですか。あ、ダメ。すごい。何カップですか。内緒。J カップぐらいあるぞ。本当に？ありがリアタツ 見に来てくれたの？あっちが今偶然通りかかったらパルちゃんいるなと。嘘。え、じゃあちなみに誰のリスナーさんなの？パルちゃん。ありがとう。いいよいいよ、そんな大丈夫。自動販売機ここら辺ないから。頑張ってね。ありがとうね。後ろ姿いい写して。それだけね。ありがとう。めっちゃおっぱいでかかった、めっちゃ巨乳、びっくりした。俺初めてあんなでかいおっぱい見たわ。俺の頭よりでかいかも。俺の頭ぐらい、それを2つ抱えてた。マジでかかった。映せないさすがに。後ろ姿は映していいって言われたから映した。いや、ほんとびっくり。 ABCDEFG HIJ I ぐらいはあるよ。いや、でかすぎてびっくりしてさ、驚いて聞いちゃったよ、何カップですかって。びっくりしたわ。
いや触れられないでしょ実際。三脚買わなきゃな。ちょっともう2時半で終わっていい？三脚買いたいから。7分で今年公開された新ドラマが早くも暗闇で登場。ドンキ行くわとりあえず。いやもうちょっとね三脚ないから手がね疲れるんだよ。夜ゼロワンに連絡取れたらゼロワンチークが放送つけながら。とりあえず歌舞伎町が離れるわね。手がしびれてきたから リバウンドした。パチンコ行かないよ。え、ゼロワン明日は新宿でゆっこと会うから今日帰らないんじゃない？じゃあ新宿にいるのかな。ゼロワン連絡取れないからさ。リスナーさんこれやばいわ。画面がチカチカしてる。放送落ちたわ。じゃ終わるわ一回。夜やるかも。ちょごめん。チカチカしてる。バグって。ちょバグだから。あのコメントも流れないし今。ちょ終わります。すいません。パルパル。バイバーイ。